サミア・セルフ・ハッサンは、タンザニアの政治家、同国第六代大統領、タンザニア革命党所属、前任のジョン・マクフリの死去を受けて、二千二十一年三月十九日に、副大統領から昇格する形で就任した。東アフリカ共同体諸国では、ブルンジのシルビー・キニギトルワンダのアガート・イリンジー・マナに、次ぐ、史上3人目の女性国家元首で、タンザニアでは、 初の女性大統領である、ザンジバル出身。大統領アマニカルメのもと、ザンジバル革命政府で大臣を務めた。2010年から2015年まで、タンザニア国民議会議員と連合問題担当国務省を兼務。2014年には新憲法の基礎を担う、政権議会の副議長に選出された。2015年の総選挙後、タンザニア初の女性副大統領に就任。 2020年にも再選された。1960年1月27日、ザンジバル王国のウングジャ島にあるマクンド地チで生まれる。1977年に中東教育を終了後、仕事の片ら多くの短期講座を受講。1986年に開発管理研究員から行政学で高度専門士の学位を取得した。1992年に、 イギリスのマンチェスター大学に進学し、1994年に経済学のポストグラデュエートディプロマを取得した。2015年にはタンザニアオープンユニバーシティと南ニューハンプシャー大学の合同プログラムで開発経済学の修士号を取得している。中学校卒業後、企画開発省に業務員として勤務。行政学の学位を取得後は世界食料計画が 資金援助するプロジェクトに携わった。2000年に政界入りを決意し、ザンジバル議会議員に当選、ザンジバル大統領のアマニカルメから大臣にも任命された。当時唯一の女性閣僚で男性の同僚からは性別を理由に見下された。2005年に再選後は観光、貿易、投資省に転任した。2010年にタンザニア国民議会議員に転身し、 マクンドゥチ選挙区から立候補80%以上の得票率で当選した。大統領のジャカヤ・キクウテから連合問題担当国務省に任命された。2014年には新憲法起訴のため設けられた政権議会の副議長に選出された。2015年7月、同年の大統領選挙に CCM から立候補するジョン・マグ・フリから副大統領候補に指名された。 女性が副大統領候補となるのは、タンザニア史上初めてであった。大統領選では、マグフリが当選したため、11月5日に、史上初の女性副大統領に就任した。二人は2020年の大統領選挙でもそれぞれ再選された。2021年3月17日、スルフは、マグフリが長い闘病生活の末に死去したと発表した。 マグフリは2月末以来、公の場に姿を見せていなかった。3月19日にスルフの大統領就任式が行われ、任期5年の第二次マグフリ政権の残りの期間を務めることになった。任期開始が若干遅れたのは、副大統領の大統領昇格には、先制が必要と憲法で厳格に規定されているためである。これには、野党指導者から、権力の 空白が生まれるとの懸念が表されたが、先誓によってスルフは、タンザジア史上初の女性大統領となった。また、ザンジバル出身者としては二人目、ムスリムでは、アリハッサン・ムウィニとジャカヤ・キクエテに次ぐ三人目の大統領となった。なお、現職のアフリカの女性国家元首は、スルフとエチオピアの大統領サーレワーク・ゼウでのみである。憲法の規定により、スルフは、 前大統領の任期の残り3年余りを務めることになるが、その満了後は1回のみ再選可能である。新型コロナウイルスに懐疑的だったマグフリとは対照的にスルフ政権は国内のパンデミックを抑え込む政策を打ち出した。新たな変異株が確認された国からの入国者には14日間の隔離を義務付けた。また、入国者全員にマスクの着用、 消毒、ソーシャルディスタンスの実践を求めた。国内の各国大使館や国際機関には在留外国人用のワクチンの輸入を認め保健省に支援させた。国内で新型コロナウイルスのワクチン接種キャンペーンが始まった7月28日には自ら接種を受け、タンザニアは孤島ではないとしてすべての国民に接種を呼びかけた。2021年9月、 サミアスルフは2025年に大統領に立候補し、勝利すれば国で最初に選出された女性大統領になるつもりであることを確認しました。1978年に農務官僚であるハーフィズ・アミールと結婚し、4人の子供を設けた。第2子にあたる娘のワヌー・ハーフィズ・アミールはザンジェバル議会議員を務めている。ありがとうございます。